長崎バイオパークは長崎県西海市にある動物園であるバイオパーク株式会社が運営している長崎オランダ村に先立って1980年11月に上地下吉国が開園した上地下は正秘町役場職員から東京長田町の料亭一条の幹部となった人物で一条の所有する正秘町の土地に1973年に開園した 観光果樹園をもとに、伊豆シャボテン公園の創設者である、東京農業大学、近藤則り教授の指導により、人と自然の調和を主題にした、自然道植物公園、長崎バイオパークを1975年より建設。総工費、約2億円は、一条の顧客でか未知かと親しかった、地元の神話銀行が出資した。大型の肉食動物は飼育していないが、 ヤマカピバラリスザルなど、哺乳類を中心に、淡水魚、昆虫類まで多数飼育している。また、1994年には日本で初めてカバの人工保育に成功した。行動展示も積極的に行っている。園内は、檻などが少なく、白イやシマウマなどの動物を除いて、ほとんどの動物を間近で見ることができ、餌付けもできる。他のゾーンとの仕切りは、 低い平野、水路、暗い通路などで、それぞれの動物の習性により他の像へ逃げ出すことは、少ないが、カピバラやマーラなどはたまに他の区域にも出没する。2008年6月19日マレーシア、国立マラッカ動物園と、姉妹動物園提携を結んだ。これに伴い、マレーシア国立公園、動物園管理局並びに、パマジャからコツメカワウソ10頭が寄贈されることが決まった。 2009年1月現在先行して寄贈された4頭のコツメカワウソが展示されている。2005年春より福岡市郊外の福岡県久山町にあるショッピングモールトリアスにトリアスフれ合い動物園を開園した。長崎バイオパークから主要な動物が1から10匹程度派遣され狭い敷地面積ながら かなりの動物の種類が放し飼いされており、ミニバイオパーク的な触れ合いが体験できる。入園料は3歳、以上300円。2015年2月から、松浦市が運営する、高島モンゴル村の指定管理者となり、同年8月1日のリニューアルオープン以降の施設運営を担当していたが、不審のため2016年10月をもって撤退した。園内は順路に沿って歩いて観覧する。 12のゾーンに分かれているが、そのうち最初の4つは、往路と袋の両方で通る。また、園全体が、雑木林と商用樹林内にあり、在来の動物も見かけられる。桃は、長崎バイオパークで、人工保育によって育てられたカバである。1994年3月6日に誕生したが、普通のカバは、水中で出産するところを陸上で産み落とさ、ここで職員が、 コカバを取り上げ、人工保育が始まるが、その年の5月に池に戻っても水を恐れて泳げなかった。ここでも職員が泳ぎの訓練を行う。最初は水に入っても、鼻孔や耳を閉じることができなかったが、訓練を経て泳げるようになった。桃の訓練の様子は、テレビ番組などでもたびたび取り上げられ、 絵本にもなった。6月1日には、公募によって、桃という名前が付けられた。そんな桃も2016年現在では5児の母となり、一家と共に、カバの池で愛嬌を振りまく。この桃の保育に携わった、バイオパーク職員の伊藤正夫は、蝶の研究も行っており、サギマダラのマーキング調査で、近畿地方と長崎県の間の長距離移動を実証したことでも知られている。また、 バイオパークの温室で生きた蝶の展示を行っていた時期には日本でも有数の高い飼育技術で低コストで熱帯の蝶を大量増殖して常時展示する体制を構築するのに大きく貢献していた年中無休10時 -1700 入園は16時まで大人1700円中高生1100円3歳以上小学生以下800円 ただし15人以上の団体や学校、幼稚園、保育園には団体割引がある。大人8000円3歳、小学生4000円の年間パスポートもある。園内の飲食や餌付け用のエサは別料金が必要である。また別料金が必要な施設やイベントもある。長崎市からは長崎バスの大串駅に乗車。佐世保市からの場合はハウステンボス駅前。 ハウステンボース入国胸前引くバイオパーク館の無料送迎がある。ありがとうございます。